どうも、ルジクニでございます。最高の RPG の村を作っていく冒険ダンジョン村。今回も続きをやっていきましょうか。前回、対決、どんぶり花子というね、こちらのクエストが登場して、大ボスが出現したというところでございましたので、今回こちらから早速ね、やっていきたいなと思っております。冒険者を募集していこう。お、虎島。亀次郎。あ、ドン梅五郎も言ってくれるんならこれ、割といけるんじゃないか？追加募集とかもこれできるんだよね。追加で募集する。あ、誰を行くか。ロジクにも言っとけよ、お前。そしたら。どうだ？よろしくお願いします。で、これで出発。いいんじゃない？なかなかのメンバーですね。で、あと、いろいろアイテム手に入れてるんで、冒険者にプレゼントしていこうか。未だにこいつらさ、初期装備なんだよ、持ってんのが。金の斧とか、ちょっと待って、金の斧とかあるんだけど、そうだな、ヒゲジ、斧とかどうだ？これいいものだ。ヒゲジは、大工だから、斧とか、こう、割と使ってくれるんじゃないか、というところ。あと、杖とかもあるんだけどね。探検じゃあな、鋭い槍とか、ちょっとお金かかっちゃうけど、亀次郎とかにプレゼン、まあ、いっか。とりあえず、この金の斧をあげたことによってなんとかなるじゃろう。さて、どうだこれ。わー、でかい。でかいが、これ。やれるかこれ。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。叩いているが、叩いているが、結構ヒットポイントあるな、これ。モンスター。EXP200。一家の長女。頑張ってる、頑張ってる、頑張ってる。おー、結構減らしてる。お、街の外を調べていたら、またそれ。わかった、わかった、わかった。頑張れ、頑張れ、頑張れ。ドン梅五郎とかが結構いい火力出してると思うんだよね。いいダメージ出してるよ、みんな。ルジ君にも後ろから、おい、弓で、槍で攻撃、弓で攻撃と。後々、全然攻撃してこへんな、こいつ。うわー !99?とんでもない。133! 待って。ぶっ壊れ、火力ぶっ壊れてるって。ボスの火力、ボスの火力ぶっ壊れてるって、それ。どうなっとんねん、それ。どうなっとんねん、それ。全員やられるのも時間の問題だぞ、これ。あー、これまずい。避けろ、回避しろ。回避大事に。回避率とかってこれ何で上がるのかな、ちょっとわからんけど。うわー、やられたー。どうすんのこれ。おお、梅頃やったで。梅頃やったで。4、いいダメージ与えてる。うわー、即死なんだよな。5、いいダメージは与えてるが、ナイスミス。よし、復活してきた。頑張れ。うわー、復活してから即死なんよな。でも、梅五郎に攻撃が来てないのは、ありがたい。ありがたいところだよ。ナイス復活。弓で攻撃しろ。わー、ミス。当ててげ、それ。もうちょい。うわー、うーわー、これ。もうちょいだって、もうちょい。よし。倒せ。もう、あと、もうミリ。あとミリだよ。ナイス、2ヒット。いいよ。落とせるか。どうだ、頑張れ。あと、ほんと、わー。ナイス、復活。頑張れ。ミスんな。その大事なとこでミスんな、それ。梅五郎。ドン梅五郎。あとワンパンちゃうか、これ。わー、これまずい。ナイス、3ヒット。もうヒットポイント残ってないよ。これどうだ、やれ、ルジクにやったれ、それ。まだ倒せないの、まだなの。きったーきったー、これ。やったー。50上昇した。ふぅー。乙女に本気出すなんて最低よー。いや、なんとかなりましたな、これ。いや、レベルも上がった。お、どうもこんにちは。どんぶり花子を撃退したと聞いてやってきました。おめでとうございます。お祝いにこちらをもらってください。5000ゴールド。
これありがてえ。150ポイント。うまし。これはありがてえ。あ、そういえば建物のなんかレベルアップ出てんな。レベルアップしとくか。まんじゅう屋がレベル2にアップしました。うん。街の外を調べてみたら、毒々しい沼地。いろんなイベントが発生するが。いや、そういえば気になったんだけどさ、これ。建設の配置替えで、これをさ、ここにこういう向きで置いてもさ、機能するんですかね？それちょっと気になってるんですけど、私。入れる？これ。紳士モンスター、ポチャリンが出現しました。これ入れる？あ、入ってんな。側面、どっからでも入れるということね。なるほど、理解した。なるほど、理解したが、そういうことか。まあ、向きはじゃあ、そんなに気にしなくてもいいって感じなのかな。で、他にもクエストがあるから、クエストガシガシやりつつ、とりあえず上から処理していく。4人も行った。いいね。で、あと、前回さ、私、もしかしたらコメント来てるかもしれないんだけど、転職とかできるのかなって話してたんだけどさ、よくよくこれ冒険者のとこで見てみたら、この、ここに転職するってあって、冒険者の職業変更することができます。それぞれの職業で強さや特殊能力が異なるので転職する際は慎重に選びましょうってことなんだけど、これ、商人、大工、農家、冒険者。っていうのが今選べるみたいですね。で、これ何やらですけど、これ今、冒険者のレベル7って書いてあるじゃないですか。これ最大がレベル10らしくて、レベル10まで上げると、その冒険者をマスターしたことになるらしいんですね。そのジョブを。その職業をマスター。なので基本的に転職させる場合は、その職業をマスターしてからの方がいいみたいなので、だからレベル10になったら次の職業に転職、レベル10になったら次の職業に転職みたいな。まあそういう感じでやっていくのがおそらくいいんではなかろうかというところでございますね。で、戦闘が開始された。もはや、ただの一般の雑魚相手であれば、何ら問題ない。で、お金も貯まってきたな。そういえば、イベント開催。みんなで訓練ってあるね。鬼のような厳しい訓練。ちょっとやってみよう。ポイントはこういうのにどんどん使ってっていいんじゃないか？みんなの力が上昇しました。どんぐらい上がる ?1、1、3、1、5! めっちゃ上がるやん、5って。2、2。なるほど。やっぱり優秀な職業についてる人ほど、能力値上がるんだろうな。藤君にも早くレベル10にして別の職業に転職したいところではあるが、で、体力は上昇しました。2、1、3、1、4。やっぱりそうだよな。職業補正ついてるよな、この感じ。やっぱり上位職の方が強いんだな。と思われる。レベルを単純に上げるだけでは、なかなか強くなることままならず、いろんな職業について、その職業をどんどんマスターしていかないと、やっぱり強くならないっていう。感じなのかな？この感じは。意外と敵が強い。よーし、倒した。モンスターの群れを退治。セニョリータ牛込めなかなかやるな。じゃあ次のクエストも、もうどんどんやっていきましょう。弓使い系がなかなか強いな。そのうち魔法使いとかも、仲間になってくれると嬉しいんだがというところですね。そういえばランクアップ条件、次のランクアップ条件は、町のランクアップは、町の人気は OK、施設の数も OK。人がどんどん住んでくれないとダメなのか。なるほどね。申請する。あと1項目。なるほど。OK。だからもっとあと2人に住んでもらわないとまずいけないってことか。これはモンスターがいっぱいだということはきっと奥に、ある宝箱はすごいお宝に違いない燃えてきたぞ、ほんとだ。敵がいっぱいいる、今。一番再現弾見ると。
めちゃめちゃ敵がいて、一番奥に宝が一個だけ。これはすごい宝が期待できるのでは？わーい、やられてる、早速。剣術道場とか、これ品質、こういうの上げた方がいいんだろうな、どんどんな。まあ、攻略してくれてる間に、この品質アップとかをちょっと使って、こういうのをちょっとでも、こう、品質プラスプラスとかね。うん。いいんじゃない？やって、こまめにこういうので、能力、建物の能力を上げていくのが、おそらく、いいんじゃろうと。じゃがいもとかこう、投げちゃっていいのかな？わかんないけど。うん。品質、こう50っていうのが、これどれぐらいのスペックなのかがいまいちよくわからんが。ナタデココとか、これめっちゃ上がるよ、どう？大成功！これはいいものだ。ちなみに、ここも、これもアイテム使用できるんだね。能力上がるし、これは、つけてってもいいじゃん。品質上がる。他には、ナタデココも使ってみよっか、これ。どう？大成功出ろ。成功。魅力ってのはあんまり上がってないな。あ、魅力はここら辺で上がるのか。ニシンとか使ってみる？ほい。ニシンで上がる魅力とは一体何か。ニシンで上がる魅力とは一体何なのか。ぬいぐるみ屋とかも最近建てたばっかりだけど、ちょっと使ってみるか。な、ふかふか座布団とか。お金は上がるが。品質が上がってほしいんだよね。まあ、アイテムまたいっぱい手に入れてからにするか。わあ、そうこうしてるうちに、下でも一生懸命頑張ってるが、よーし、倒したー。お、どうも、メゴロ。この街はたくさんの冒険者を、の戦いを間近で見られてとても勉強になります。これからもここで学んでいきたい。やった、来た。じゃあ、住んでもらおう。どうも、メゴロ。頼む。あと一人住んでもらいたいとこだけど、冒険者一覧でせっかくだから職業についてるこの虎島真由美に住んでもらいたいとこだな。こうなんか、満足と頑張りが上昇するってこれあげようか。プレゼントでご機嫌を取っていく作戦。どう？プレゼントでご機嫌を取っていく作戦よ、これ。もう言うよ。もうどんどん、どんどん安眠枕プレゼントして。どんどん満足してもらう。で、鉄パイプとかも上げちゃう。これどう？まだ喜んでる、喜んでる。丈夫さも上がって。安眠枕も全部上げるわ。どうだ？だいぶ満足か？だいぶ満足してるっぽいな。満足42。ちなみに他の奴らは26、25、ヒゲジはもう済んでる。19。ああ、なるほどね。プレゼントあげなかったらやっぱり、全然って感じか。右下の人気ゲージが溜まった。お、900超えた。ああ、話題になってます。なるほどね。これで虎島真由美もそのうち住んで、お、なんだ？鎧塚パティヒコ。面白いやつ来たな。そりゃ素晴らしい街だぞ。鎧塚パティヒコ。騎士！かっけえやつ来た、これ。またこれイケてるやつ来たな、パティヒコな。マイホームが完成しました。なんか実績が解除されたが。めっちゃ能力上がるやんか、それ。ああ、頑張ってくれ。スラッシュブレード！何それ何それ何それ、めっちゃかっこいい武器をくれたが？プレゼント。じゃあ、誰にあげる？そら、ルジクニだろ？スラッシュブレードどうなの？上がる。めっちゃ上がる！忖度していく。早速手に入れたこの武器を忖度していく。攻撃力も上がる。いいね。基礎能力 150%。これはいいものだ。もうまたモンスターの群れ。これはルジクニがだいぶ強くなったんじゃないか？ヒゲジがなんか金の斧をプレゼントしたはずなのに自前で買ってる気がするが。この冒険者たちもこの武器防具屋とかに自分で寄ってアイテムを自分で購入してくれるらしいんですよね。お、パティヒコ。あ、ちょっと待って。冒険通信ね。
冒険者あんまりモンスターを探知してくれないなぁ。あなたの町にそんな冒険者はいませんか？弊社は彼らの日頃の活動に密着取材し原因を突き止めることに成功しました。冒険者には頑張りという町の発展に貢献しようと思うパラメータがあり、値が高いとモンスター退治を盛んに行い、低いと町にこもる傾向がある。アイテムをプレゼントしたり年末に勲章を与えると頑張る気持ちがみるみる湧き立ってくれるようです。引きこもりがちの冒険者には早速実行してみるといいかもしれない。なるほど。そういうことか。まあでも税金を納めてもらうためにも、やっぱりこう街に住んでくれてる人の頑張りってのをどれだけ上げられるかっていうのが重要かな。さて、このダンジョンもクリアしそうな雰囲気だが、パティヒコはパティヒコでこう上の方で頑張ってんだ。防具、銀の指輪。ほう、銀の指輪ね。どんなスペックでしょうか、所持アイテム。装備一覧だったかな、装備一覧。武器じゃなくて、アクセサリーかな。銀の指輪。おっとっと。62、そんなに強くないぞ。言うほど強くないが、誰かにやる気ないやつにプレゼントするか。せっかくだからじゃあパティヒコ、な、プレゼントしたるわ今、手に入れた。銀の指輪。なかなかいいものらしいから、これどうだ。街に来て早速指輪をプレゼントされる。だからせっかくだから他のもなんかな、お金かからないものがあるんであればこうプレゼントしてるけど、どう。騎士に対して僧侶のローブ、これは合ってるんだろうか。うん、他にプレゼントできそうなものはないな。頭防具ないから、革の帽子とかプレゼントしたるか。何にも装備してないよりはマシだろ。うん、満足してる。能力も上がるし。セニョリータ牛込め、頭装備何もつけてないの君。じゃあ君にも革の帽子プレゼントしたるわ。自分で買え。冒険者なんだから自分で買え、そこらへん。まったく。お、こんにちは。この街には驚かせます。私が今までに見たことない装備品やアイテムがこんなに手に入るなんて。私は修行の地としてこの街を選びます。ほう、もじゃ吉が出現しました。じゃあ住んでもらおうか。これで昇格条件を満たすんじゃないか、おそらく。セニョリータ牛ごめ、住んでくれたまえ。これでおそらく立つであろう。でクエストか。引き続きクエストはクエストでどんどんやってもらって、沼地。お、パティヒコ早速行く。セニュリーと牛込も行く。じゃあお願いしまーす。でこれやってる間に多分家が建って昇格条件を満たすんじゃないか。どうだろうか。うん、能力も上がって、俺にこちらを。大玉スイカ、大玉スイカ。ちょっと待って、これ、ランクアップいけるんじゃない？お、いける、ランクアップする！町のランクアップ条件を満たしました！早速！よーし！やったー！星2の町だー！やったー！やったぜ、これー！わっしょい！これ町の人間どんどん増えていくと、これ溢れないかな？最終的には何人ぐらい来るんだろうなー。大喜びでーす！お、こんにちは。目覚ましい発展で感動しました。二つ星の称号を与えます。導入できる施設やイベントの種類も増えているので街の発展に役立ててください。イベント、マジックポットの導入。イベント、ウェイトトレーニング、いろいろあるが、マジックポットとな。建設か。マジックポットってのはなんだ。むむむ、マジックポットイベント、みんなでウェイト、丈夫さが上がるとかいいね。あとマジックポットの導入なんかあるね。これちょっと次回の確認にしようか。うん、まあ、ということで今回はこの辺にしておきましょうか。ランクも星2になったということで、そこそこ冒険者がこう活躍し始めてきたんじゃないかなというところでございますな。というところで、また次回
次のパートでお会いしましょう。またねー。